本当だよ、しっかり働いてますよ、働いてますね、あるものなしかいとな、はい、5月13日の金曜日でもって今日は物別だ、そうだもう三冠王だよお前、本当だ、いろいろ落合って言われてるからね、今日は全部揃ってる、全員落合だから三冠王だから、13日の金曜日の物別、はい、金曜日の男松村邦弘と、金曜日の女伊佐山さやかです、ね、元気出ないかしょうがないよ、そうですね、元気でいきましょう、まあまあ、ね、いろんなことがあって、こう2、3日ね、やっぱさすがに芸能界全体がどんよりちょっと落ち込んじゃったけどな、はい、さすがにな、はい、もう前向きに頑張ってね、はい、まあまっちゃんもほら、はい、いろんなことリュウちゃんに背負ったろ、世話になりました、もう同じ事務所でしたんでね、大体ダチョウクラブのバーターっていうのは春一番と僕ですからね、春未来の最近いや亡くなりました先生、10年前に亡くなりました、ダーって言う1、3、4、ダーって来てますね、よろしくって言ってますよ、だってあの人だってさ、はい、春一番だって死にそうな時に、はい、あの猪木さんが当人がさ病室駆け寄ったんだよ、はいはいはい、春1、2、3、ダーだっつったらさ、ぴょこっと起きて元気になっちゃった、そうなんですよ、心拍数が戻ったんですよ、ね、すっごい心拍数が戻って、はい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 、一瞬だけどね、何時間、はい、でもな、猪木さん見たらさ、あったら、あの時の春一番さんからもね、電子ジャーいただきましたからなんで春一番を忍んでんだ今ホットウイスキーもらってましたよ、電子ジャーな、あの前さ酒飲んでました、ね、ホットウイスキーを沸かしてました、酒ばっかり飲んでないで酒飲んでました、あの米ぐらい炊いてご飯食わなきゃダメだよって竹ちゃんが言われて、ね、電気釜を送ったんだよ、はい、電気釜を春一番送ったら、はいはいはい、あいつ電気釜で熱燗作っちゃったんだよ、いやいや、熱燗とね、熱燗とホットウイスキーやってましたからね、ホットウイスキーいいじゃないか、熱燗で、いや熱燗です、熱燗です、はいはい、ホットウイスキーはいいんで、いや本当にもうみんなにおかげだよって言ってましたけどね、みんなにおかげだよ、そうじゃないですよ、春一番じゃない、誰だっけ死んじゃったの、上島さんです、上島龍ちゃんな、龍ちゃんです、龍ちゃんもう面白かったね、本当ですね、で龍ちゃん今ね、うちのスタッフが調べてくれたんだけど、はい、ちょうど去年の1年前 の6月25日私の誕生日の日に偶然にゲストで来てたらしいんだよ。そうですね。写真は見せてもらったんだけど、はい、裸に、ハッピーですって。そうですね。豆絞りでね。はい、清掃でしたから、はい。うん。あの頃ちょうど全裸監督のキャンペーンやってた、ね、みんなで。全裸監督ウィークでね。距離はもう日本放送上げて全裸監督でしたね。全裸だったしね。はい、全裸でした。全員が全裸だったもんね。そうですね。みんなで全裸でやりましたから。磯山もさ、全裸で、そうです、全裸 DJ って珍しかったね。はい。先生のために。磯山ちゃんの全裸感動しました。じゃあちょっとリュウちゃんの声聞いてみます、はい。ダチョウ倶楽部の肥後克広さんと上島竜兵さんが来てくださいました、はいはい、よろしくお願いします、いやー清掃でございます、ありがとうございます、清掃でね、はい、あと清掃ですもんね、ブリーフとハッピーで、ね、はい、もうダチョウ倶楽部と名前の入ったですね、ハッピーがね、トブロでね、何年かな、芸能生活、え何年だお前腹立つな、お前腹立つ、何年だっつったんだよ、やめなやめろ、喧嘩すんな、喧嘩先生、喧嘩するな、腹立つな、先生がやめんだよ、なんでやめんだよ、やめんだよ、アクリル越しのチーム、アクリル越し、アクリル越し決まりました、そうだ、時代を表してるね、そうですね、アクリル越しでやっぱりな、去年の6月でな、ちょっとね、はい、ここでまっちゃんとな、リュウちゃんがな、チューしてたんだよな、そうでしたね、どういう愛だから立つ全裸監督でしたからね、伊勢山はほら、はい、バカ殿とかな、志村コンで、ね、ずっと一緒だったもんな、はい、そうですね、うん、だから志村さんが今年3回忌だったので、うん、その時も、ね、みんなで集まって、うん、あ、そうかそうか、はい、取材したりっていうのがありましたけどね、うんうん、だからもう10年以上お付き合いになりましたかね、そうですね、バカ殿から、志村君から、で、ね、私の誕生日にも来てくれたりとか、お祝いに、で、はい、私よりも泥酔して帰ったりとか、あれ酔うんだよな、そうなんです、ベロベロなんだよ、っつって主役より泥酔してんだけどみたいな、本当だそういう男だろ、そうなんです、なんかね、だからね、本当にお世話になったっていうか、いつもなんかいじらしてくれた先輩って感じですよね。まっちゃんもそうだろ、僕もう33年前ですからね、もう若い時からもあれ、南部トラトさんが続けた後南部トラトさんと喧嘩したあたりですかね、喧嘩して、うん、それから二度と口からなくなって、そうそうそう、南部と向こうは向こうで電撃ネットワーク作って、じゃ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 、南部は南部で、な、自分たちで電撃ネットワーク、東京ショックボーイズで世界に進出したんだから、なだ南部は俺はお笑いなんかやりたくないんだ、世界を驚かしたいんだって、あいつの違うんだ、お笑いやりたくないんだ、うん、驚かしたいんだって、はい、南部は、それでダチョウ抜けたんだよ、リーダーが、で残った3人でやった、ダチョウさんがやりましたね、うんうん、でも僕ら若い時はちょうど鶴太郎さんがボクシングを
やってた頃で、うん、食事とかこう行ってもなんかあんま頼まないんですよね。あ、鶴ちゃんもね。で、鶴太郎さんがいつも、リュウちゃんとバッチャー来るかって、リュウちゃんバッチャー来いよって言われて、僕割とリュウさんと二人呼ばれるんですよ。鶴ちゃんって人間じゃないみたいだな。リュウちゃんバッチャー来るよー、鶴ちゃんとか、リュウだとか、人間いないじゃないかよ。ね、超破壊だとか。超破壊。でも、メニューがなかなかこう、鶴太郎さんダイエットしてるんで、だって払えてくるんですよ、僕も。かといって僕も若手だったし、頼めないじゃないですか。そう、自分でエビフライ食べたいとか。だからな、やっぱりごちになる。どうぞって言ったら、俺本当払っちゃったんですよね。どうぞ払っちゃった。どうぞ。俺本当払っちゃったんですよね。本当払っちゃって。払っちゃって。やっちゃいけないことやっちゃって、リュウさんのお通しに手を出しちゃったんですよね。リュウちゃんのお通し、いいじゃん。いいじゃん。リュウさんの、リュウさんが食べるお通しをですよ。リュウさんも食べてないんですよ。リュウちゃんも我慢してんだよ。鶴ちゃんの前だから。そしたら、鶴太郎さんが、それリュウちゃんのお通しだろ、厳しい。片岡、厳しいな。リュウちゃんの通しじゃないか、まつら。ちょっと、リュウさんもそのまま、俺の通し食いやがって。いや小さいことで結構ずっとありましたね。ちっちゃいことでも覚えてるね。はい。あとダチョウさん夜中までこう日本酒飲んでるんで、リュウさんが遅くまで飲んで、僕が四ツ谷のまだ太田プロ社宅住んでる時に、そのまま来て、松村6時に起こしてくれよって言われて、大体俺9時に起こしちゃってて、9時に起こしちゃって、6時って頼まれてあるんじゃ、9時も3時間後じゃん。間違っちゃって起きれなかったんで、そのまま言いながらこう一緒に丸の瀬まで向きました。間違ったな。本当ですね。悪いことばっかりしてますね。まあね、お互い様だよね。本当ですね。でもまあね、明るく元気に生きてるのはダメだよ、やっぱりさ。せっかく、人間なんていうのさ、おぎゃおぎゃってよ、はい、生まれた時、うん、泣きながら生まれてくんだから、はい、おぎゃおぎゃって泣きながら生まれてくんだから、死ぬ時は笑って死ぬと。それで言ってこいだから、泣き笑いだから。全員泣いて生まれてくんだよ。うーんつって。だから死ぬ時はね、笑顔が一番いいんだよ。そうですね。それで言ってこいだよね。それじゃあそろそろ、今日はね、ビッグニュースもいろいろと。